コンパイズは XWindows システム上で動作する Windows マネージャである。o p e n g ル l を利用した 3D 技術により様々な画面効果を可能にしている。もともとは XGL 上で動く最初の Windows マネージャとしてノベルのデビット・レイブマンによって開発されたが、後にフェドラプロジェクトの a ルク x 上でも動作するようになった。a ルク x の方はインテルのグラフィックカードを使っても動作する。 また、コミュニティによる派生バージョンのベリルが開発されていたが、コンパイズとの統合が2007年5月に決定し、コンパイズフュージョンに統合された。アップルやマイクロソフトのプロプライエタリなオペレーティングシステムだけでなく、リナックス上でも派手な画面効果を得られることは、ユーザーたちに大きなインパクトを引き起こした。現在、コンパイズが用意されている。 Linux ディストリビューションは、デビアン GNU、リナックス、フェドラ、スセリナックス、ゲントウリナックス、ウブンツ、マンドレバリナックスなど、またはフリーブズドやフリーブズドディストリビューションのトゥルーズやデスクトップブズドなどで利用できる。コンパイツインローンチパッド。2020年6月15日閲覧。ありがとうございます。